Hey, what's up? 山本です。私は今インドチェンナイに来ております。先ほど真夜中2時50分のフライト、コロンボからやってまいりました。深夜便で超短いフライト、入国審査めちゃくちゃ待つ、すんごい疲れております。お許しください、顔にもう疲れてますよね。まあ、頑張ります。ここからはよし頑張りましょう。さて本日お届けする動画、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験ならもと V リーガー、私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてもうさっきからここら辺臭くてハエがいっぱいいるから、オープニングもそそくさと終わりたいと思います。本日で利用する航空会社、初めて使う航空会社になりまして、ビサラという航空会社になりまして、行き先デリー行きのフライト、国内線になります。今回はユナイテッド航空のエクスカーショニストパークで発見しておりまして、ビスタラユナイテッド航空のマイルで発見することができます。ビスタラ提携している航空会社、まあまあまあ多いんですよね。例えばもともとビスタラ自体がシンガポール航空の株式も入っておりますので、シンガポール航空、そして今回発見したユナイテッド航空、 ANA、 JALなどとコードシェアを行ってたりだとか提携している航空会社になります。ただエアインディアとは提携していないので、今回一冊の航空券で今日のルデリー行きのビスタラの航空券発見したんですけども、残念ながらコロンボでは同日乗り継ぎにもかかわらず、そして一冊の航空券にもかかわらず、チケットもバゲージも無理でした。なのでこの後はドメスティックターミナルの方に移動してチェックインできるのかな。ただいま朝の6時33分です。到着からもう2時間ぐらい経ってるんですよ。まだまだ実は今日のフライト17時とか5時ぐらいのフライトなので、一応早い便に変更できるか聞いてみたいと思います。おそらく発見がユナイテッド航空なんで難しそうな気もするんですけども、聞いてみたいと思います。本来はチェンナイの街探検したかったんですけども、寝てないのでちょっと怖いなっていう部分もありましたので、今回もフライトレビューとさせてください。またいつの日か時間の時にインドがっつり来ますわ。インド見どころが多すぎて大変ですね。なのでこの後は国内線ターミナルに移動してビスタラのチェックインしていこうかと思います。手荷物の部分がちょっと心配なんですけども、まずは国内線の方行きましょう。この空港本当にすごい構造だわ。今ちょうど正面が鉄道の駅なんですけれども、周りがこんな雰囲気なのよ。すごくないですかこれ。で向こうの方行ったら国際線の出口になるんですよ。でおそらく上が国内線であったり国際線の出発口になってると思います。それでは国内線はあっちです。進んでいきます、行ってまいります。さて国内線側到着しました。ディパーチャーはここでいいのかな。とりあえずゲートがあるので行ってみます。上な気するんだけども、やはり先ほどは出口ということで、出発はセカンドフロアになります。エレベーター使って向かいます。ターミナルビルの中入りたいと思います。中入りました。ここは保安検査入り口でないみたい。いやー、ビスタラのカウンター発見しました。早い便に変えられるか交渉していきます。ちなみにビスタラプレーコとビジネスクラスもございます。LCC ではなくフルサービスキャリアになっております。それでは行ってきますと思ったんですけども、カウンター誰も人いねえや。隣誰かいると思ったらエアインディアだし、ってことはこれ待つしかないな。ちょっとまずは他の便、デリー行きもっと早い便あるので少しだけ待ちますわ。7時になったらカウンターオープンしたので聞いてみます。なんかダメそうな気するな。チェックインできそう。これまだ搭乗までかなり時間あるんだけども、ラウンジで休めるからよかった。ただ便の変更はできないということでした。ユナイテッド航空発券のチケットになっております。マジか、チェックインできたと思って搭乗券あったのよ。搭乗券あったからよしチェックインできると思ったら2時半にもう1回来い。今7時ですからね、朝の。マジかってなわけなんですよ。マジかよ。搭乗券を発券してくれたんですよ。ただ渡されてなくて、おこれはいけるべと思ったら2時半に来いと。マジか、まだ今7時半なので8、9、10、11、12、13、14、7時間ある。寝ますか。昨日一睡もしてないので一旦ここで寝ます。なので起きたらちょうどいい時間になってるのを信じておやすみなさいませ。15時になりました。だいたい1時ちょっとぐらい前まで寝てました。そこから動画編集を行って1本完成しました。この後チェックインします。海外空港あるある、室内なのに普通に鳥がいる。これ海外あるあるね、よくいますよねこういうの。それではチェックインしてきます。ちなみに国内線でも1時間前にカウンター閉まってしまうみたいなのでご注意ください。今回ビスタラ初めて乗るんですけども、プライオリティタグつけていただきました。これもしかしたらスターアライアンスゴールドの資格持ってるからかな、それともワンワールドエメラルドかな。
チェックイン完了いたしました。ビスタラ初めて乗ります。それではこの後もう保安検査行ってラウンジ行ってきます。お腹すいた、今日何も食べてない。それでは保安検査行ってきます。保安検査完了いたしました。こちら側にフードコートなどなどあるみたいので紹介したいと思います。クリスピードーナツある、めっちゃ美味しそう、そしてめっちゃ甘そう。ちなみに9個買ったら3つタダだよっていうのをやってるみたいです。ちなみにこの上にはラウンジございますが、ラウンジまた後ほど紹介したいと思います。まずこのまままっすぐ進んでいきます。ちなみに本日ゲート4番ということで、今向かっている方とは逆になります。ゲートの正面にはこういったお店ちょこちょこございます。携帯屋さんであったり化粧品店などございました。この奥にフードコートがあるみたいです。こちらがフードコート、まず一番右ジュース屋さん。どんなジュースなんだろう。お、美味しそう。ライムミント、パパイヤなどないんやろ、いっぱいあるね。いろんなジュース、サンドイッチ、シェイクなど売ってます。フルーツボール、これも美味しそうだね。この隣が、これはなんだ、ハンバーガー、あ、中華料理か。違う、中華料理、モモだこれ。あのチベット地方とかでよく食べられる餃子のような食べ物です。あ、でもこれが四川のやつか。その隣が何もない。その隣サモサかな、サモサ屋さん、サモサが売ってます。正面がカレーキッチンなのでいろんなカレー売ってる。いやー、カレー食いてえなー。他にはバーが1軒あるだけでした。フードコートなんですけども、そこまで規模としては大きくなさそうです。この後はラウンジ行きます。プライオリティパスを使って入ることのできるラウンジが2箇所あるみたいなんですけども、まずはそのうちの1箇所目行ってみたいと思います。マジでお腹空いた。もう4時ちょっと前なんですけども、朝チェン内着いて一旦寝て、そこから何も食べておりません。機内食一口かじったぐらいか。なので結構な時間食べてないな。12時間ぐらいも食べてない計算になりますわ。よくやるよねこんなことね。不健康極まりないわ。それではラウンジ行ってきます。ラウンジの手前にはアイリッシュハウスというバーがありました。そしてこの奥がラウンジになっております。ただこっちは違うな、リザーブドラウンジということ、ここではないみたいです。この奥にまたラウンジがありますので、こちら行きましょう。トラベルクラブラウンジというラウンジです。こちらがプライオリティパス採用したラウンジ、トラベルクラブラウンジです。いろんな航空会社の指定ラウンジにもなっております。ビスタラはもちろん、エアインディアなどもそうですし、なぜかキャセイがあります。ここ国内線なのでキャセイは飛んでないと。イエンゲン飛ばしてんのかな、もしかしたら国内線で。なくはないけど多分違うでしょう。プライオリティパスももちろん使えます。食事メニュー紹介します。ここら辺サラダ並んでるんですけども、なんかこれだっていうサラダないな。ストロベリーパストリーだったり、ピタパン、サンドイッチなどございます。豆のカレー、これがチキンカレー、これが野菜かな、野菜のマサラカレーとかかな。そしてここにチャパティがございます。そしてこれがトマトカレーかな、めちゃくちゃ美味しそう。そして隣にご飯ございまして、こちらパスタになります。ペンネのパスタがあって、ソースが3つあります。そしてうわ辛そう、唐辛子、エビセン、スイカにパパイヤに、なんだろうこれ。でこれが野菜スープ、バターミルクにオレンジジュース、フレーバー水がございます。紅茶などあるんですけども、これすごいわ。コーヒーマシーンがあって、これフィルターコーヒー。一通り料理持ってきました。やはりカレーばっかだね。なのでカレー食べたかったのでちょうどいいかもしれない。このトマトのやつがめちゃくちゃ美味しそうよ。まさかパスタソースにまでカレーあると思わなかったわ。カレーだ、めっちゃうまいよこれ。今までパスタでカレー味って食べたことないな。そう考えたら合うね。それがインド人はカレーが大好きなんだなっていうのがこれで分かります。続きましてトマトカレー、絶対美味しいでしょ。日本でもトマトカレー美味しいじゃないですか。めっちゃうまい。トマトの酸味が効いて、あ、辛いわ。でも辛いんだな。トマトの酸味はあるけども辛いんだな。でもこれぐらいの辛さならなんとかなります。ラウンジを出ました。この後また別のラウンジ行こうと思います。この空港滑走路側に窓があるので、すごく光もいっぱい入ってきて明るいですし、飛行機もいっぱい見えるわ。お客さんも結構多いね。そら今度はこっち側、反対サイドにラウンジあります。そちら向かいます。ちょこちょこ改装中のお店も目立ってます。クロックスのお店ある。新しいクロックス欲しいな。今履いてるやつも結構もう履いてるので、いくらぐらいするんだろうこれで。
これで金額が書いてない。あった、大体3000ルピーか、4500円ぐらいかな。日本で買うのそんな変わらないですね。やはりワイシャツ屋さんがあったりだとか、サングラス屋さんがあったり、真珠であったり、各種ジュエリーのお店、ポップコーン屋さんがある。でっけえな、このポップコーンマシン超大きい。そしていろんなフレーバーで味付けもできるみたい。こんな感じです。いろんなポップコーンがある。時々ポップコーンって無性に食べたくなるよね。すごい、インスタントラーメン屋さんがある。なのでここで売ってるのは全てインスタント麺ってことだよね、きっと。これだったり、これすごいわ、斬新。アーユルヴェーダの商品売るお店ありました。インドももちろんアーユルヴェーダ有名ですので、スタッフの方はいないんですけれども、このようにサプリメントだったり香水だったりいろんなの売ってます。ちなみに今隣ジュース補充してるんですけども、手前からどんどん入れてってるんですよ。なので冷たい飲み物飲みてえなと思って、ぬるぬるの飲み物当たった人めっちゃかわいそう。先ほど紹介したフードコートと一番反対側、こちらにはサブウェイございました。サブウェイとあとピザハット、ケンタッキーございます。こちらピザハットでケンタッキー10人ぐらい並んでますわ。ただいま搭乗開始5分前ですが、使用機材が到着してないので、おそらくこれ、遅延になるかはわからないですけども、少なくとも4時半予定通りの搭乗開始時刻にはならないでしょう。この後はもう一箇所のラウンジ行ってきます。もう一箇所のラウンジですが、受付待ち10人ぐらい。これ入れっかな。パイロットの方は横入りできる特権があるみたいです。ラウンジ入りました。めっちゃ時間かかった。食べ物はこれ以外全く同じです。多分ポテトなので、これ以外は先ほど見たやつがずらーっと並んでます。ラウンジ出ました。チェン内の人口だって、この空港のキャパに対するラウンジの大きさ絶対割に合ってないわ。すごい人たくさんでした。座る場所が少ないのね。あ、機材到着してる。機材到着して、今搭乗開始予定時刻から20分ぐらい経ってるんですけれども、まだゲートの付近お客さんたくさんいるので、まだまだ搭乗までは時間かかりそうです。機材は到着しております。ゲートの前に着きました。まだまだ搭乗まで時間かかりそうなのと、椅子が全く空いてないので、もう先頭に立って並んでようかな。カレー食べたからかな、めっちゃ体熱いのよね、さっきから。カレーの力ってすごいね。ちなみに今事前改札みたいな形で車椅子の方が乗ってかれました。この後になんか入店道場と車椅子の方々同じらしいです、ビスタラは、スタッフ曰く。なので特に搭乗の順番とか定められてないんでしょうね。ボーディングパスにも書いておりませんでした。もう間もなく搭乗開始になると思いますが、待ってます。先ほど優先搭乗の話したんですけれども、やっぱり違ってました。まずは事前改札、日本でいう車椅子の方だったり、あとはお年寄りの方、お子さん連れの方、こういった方の次にビジネスクラス、そしてビスタラの上級会員の一番上プラチナ、この方の優先搭乗、次にプレエコ、そしてビスタラの上級会員のゴールドの方の搭乗が始まって、その次にエコノミークラスという順番なんですけれども、今日はエコノミークラスの中でも座席番号が後ろの人から順々に乗ってってるなって感じがします。ゲートの前に搭乗順の案内の表があったんですけれども、その表とは少しアレンジして違う搭乗順でやってるみたいですね。で、一応聞いたら僕3番目に乗れるって言われたんですけども、もうかなりお客さん行ってるので、今日も今日で一番最後に乗り込もうかなと思います。結構今日も人いっぱいいるね。余談ですが、今回インドの空港3空港デリー、ムンバイ、チェン内利用させていただきました。デリーが一番マスク着用率低くて、大体半々ぐらいだったかなっていう感じがして、ムンバイは 7-3 ぐらいかな、でつけてない人の方が少ないです。つけてる人が 7-3 ぐらいで、チェン内はもう95対5ぐらいでつけてる人の方が多いですね。これもう空港の場所によるのかな、場所によって国民性もやっぱり違うと思いますし、南インドと北インドだったらまるっきり違うので、そういったところも考えられるのかな。まだまだ搭乗客収まらないので、もう少し待ってますわ。 Thank you。 ハロー、and the team will take care of your confidence. Sit back, relax, enjoy the hospitality. Thank you for your attention.
英国よりも遅れての動き出しになっております。ただ今36分なのでおよそ20分遅れで出発になりました。ただこの路線距離が長いのでこの遅れは挽回できるんじゃないかなと思います。この空港をもっと大きくてもいいんじゃないかなという気がするんですよね。チェンナイなかなかの大都市なんですけども、そんな大都市の空港にもかかわらず新千歳空港よりも全然規模としてはちっちゃいんじゃないかなという感じがします。なのでラウンジもかなり手狭でしたし、座るところもあんまりなかったので人で溢れてですね、人がいなければ座るところありましたけども、キャパがちょっと足りないんじゃないかなっていう感じがしました。ベルトサインが消えました。チェン内もちょっともやかかってんのかな。デニーはかなりもやかかって大気汚染深刻だったんですけども、チェン内もなんだか近いような状況に見受けられます。シートベルトサインが消えた後、ビジネスクラスはカーテン閉められますよね。ファーストクラスもそうですけども、ビスサラではプレミアムエコノミークラスでもカーテンを閉めるみたいです。なので今クルーの方がプレミアムエコノミークラスの部分のカーテンを閉めている最中です。本日の機材はエアバス320のセオの方ではないでしょうか。シートポケットの中を確認いたします。中に入っていたものはクリアファイルとともにまず安全のしおりが入っておりました。安全のしおりがありまして、チケット袋、そして久しぶりに入ってました機内紙です。最近機内紙入ってない航空会社は多いんですけれども、ビスタラでは機内紙入っておりました。他にはこれはビスタラワールドということで機内 Wi-Fi の案内になっております。ワイヤレスインフライトエンターテインメントということでこちらの案内が入っておりました。シートピッチですが完全に LCC 並みの狭さになっております。コロンボから乗ってきたエアインディアの機材はかなり足元ゆったりしてたんですけども、ちょっとこれ圧迫感感じるな。今日は隣がいないので幾分か楽ですけども、これで隣いたらかなり窮屈な感じがします。ただ今機内食の配布始まっております。昔僕が物心つく前ぐらいなんでしょうか、日本でも国内線普通席でも機内食あったみたいなんですけども、自分が物心ついた頃にはもうドリンクのみの状態になっておりました。どんなメニューがあるのでしょうか。僕のイメージノンベジとベジタリアン向けのメニューどっちか選択できるってイメージなんですけれども、果たしてどのような機内食なんでしょうか。What is ベジメニュー or ノンベジメニュー。ノンベジメニューを頼んだんですけども、ちょっと待っててねということで後でサーブしてくれるみたいです。 Thank you. 到着いたしました。こちらが機内食です。こちらがビスタラ国内線の機内食になっております。ノンベジメニューはポテトとラップ、おそらく中はチキンではないかと思います。他にストロベリーケーキ、ケチャップございました。なおお水、ペットボトルのものがあらかじめサーブされておりまして、食事の段階ではお水以外のドリンク選ぶことができません。おそらく食後コーヒーであったりお茶などの準備はあるとは思いますが、今はこれだけになっております。ちなみにコロンボからチェンナイ行きのエアインディア国際線の機内食よりもこっちの機内食の方がレベル高いんじゃないかなっていう気がします。それではいただきます。ポテトあるの嬉しいんだけどもちょっと赤いので辛くないか心配。全然辛くない、美味しいですわ。カレー風味
やっぱりインド人カレー好きなんだな。このポテトのホクホク感とほんのりカレー味、このコントラストがたまらなく美味しいよ。これはいいね。続きましてラップ、これも辛そうな色してるな。中には鶏肉が入っております。いただきます。もちろんカレー味、ただそこまで辛くないのでこれだったら大丈夫だ。これ美味しいね。タンドリーチキン入ってるのかな、なので多分中にタンドリーチキンが入ってるラップで、この機内食普通に美味しいわ。続きましてケーキいきましょうか。ストロベリーケーキだと思うんですけれども、このスポンジ部分の下に練乳かな、名前忘れたけど、あのシロップ好きのドーナツみたいなインドの甘いお菓子あるじゃないですか、あれが確かスリランカ航空だったかなの機内食に出たんですけれども、それも下に練乳のようなものがかかっておりました。甘くて1個だけでギブアップしたんですけども、これはどんな味でしょうか。この部分が練乳のようなやつですね。いただきます。好きな甘さ。機内食レベル高いな。もちろん この機内食軽食ではあるんですけども、味も美味しいですし、いいですね。これ国内線ですからね。でしかも今回ユナイテッド航空の特典航空券で発券しておりますので、エクスカーショニストパーク使って0マイルです。ごちそうさまでした。機内食美味しかったわ。機体後方のトイレに来てみたんですけども、狭いな。狭いですわ。頭上はそこまででもないですけども、幅がちょっと狭いかな。そしていい匂いがすると思ったら多分こいつかな。他に何か特徴があるようなトイレでもなかったです。こんな感じのトイレでした。ニューフライトエンターテインメントについて説明させていただきます。まずは Wi-Fi、 ビスタラワールドという名前の SSID ございますので、まずこちらに接続して、その後はこの QR コードを読み込んでください。そうするとこの画面に移動いたします。なのでここで見られるのが映画、テレビ、子供向けのものとオーディオマップ、ビスタラマガジン、あとは子ども向けの漫画、クラブビスタラ、おそらくマイレージプログラムの名前ではないでしょうか。なのでいろんな映像コンテンツがございます。ボリウッドっていうのが確かインド映画でしたっけ、なんですけど残念ながら日本の映画は入ってなさそうな感じがします。他にもコメディだったりロマンスだったりドラマ、いろんなジャンルに分かれておりまして、テレビもあるみたいです。インターナショナルテレビ、トムとジリーとかありました。なのでこのようにいろんな番組などなどございます。子ども向けのコンテンツもございますし、オーディオもございます。どんな音楽があるか、一番最初に言ったのがアバですね。なので必ずしもインドの音楽が多いというわけではなさそうです。そしてフライトマップも準備されておりますので、これを見て今どこを飛んでるかっていうのが分かります。チェン内はここです。そして今回の目的地 D がここになりまして、今ちょうど真ん中ぐらいでしょうか、中間地点ぐらいを飛行しております。あと1時間ぐらいのフライトになっております。こう見ると近い、いや遠いか、3時間ぐらいかかりますので、日本でいうと沖縄から札幌とかそれぐらいの距離ですかね。いやそこに、ね、沖縄から仙台ぐらいの時間はかかるんじゃないでしょうか。かなり時間がかかるインドの国内線になっております。他にもビスタラマガジンということで機内誌のバックナンバー、これを読むことができます。子ども向けの漫画もございます。あとはクラブビスタラということで、おそらくマイレージプログラムのものじゃないかな、ここから登録することができるみたいです。なおインターネットに接続して自分が見たいインターネットサイトなどにアクセスすることはできませんのでご注意ください。以上ワイヤレスエンターテインメントシステムでした。徐々に日が落ちてきました。反対側の窓からはおそらく夕日かなり綺麗に見えるのではないでしょうか。ただいまデリーとチェン内のちょうど中間ぐらいの場所を飛行しているんですけども、雲なのかな、これガスなのかな、なんかモヤモヤっとしているような感じに見えるんですよね。
いずれにせよこの雲の上、もやの上はかなり綺麗な光景広がっております。少しうとうとしてたらもう間もなく着陸のために高度下げてシートベルト3位点灯するよというアナウンスが入っておりました。シートベルトサインが点灯しました。やはりレディの上空付近はもやかかってるよね。これね、晴れることないんですかね。これどうなんでしょうか。一年中こんな感じなのかな、インドって。空気が良ければもっと見え方変わってるんだろうな。これでも十分綺麗なんですけども、空の紺色みたいな青い部分と空気が汚れてる部分の境目っていうのかな、そこがすごいくっきり分かれてるから、もし空気が澄んでそういう綺麗な光景だったらこれ見え方変わるんだろうな。これ2層になってるの皆さん分かりますか。自分が乗ってきた便のやつがないんだけどどういうこと。エアインディアのチェン内はあるけどもビステラのチェン内がないのよ。でスタッフに聞いたら3番レーンって言われるんだけども、んどういうこと、全然理解ができない。30分ぐらい待ってんだけども一向に荷物来ないんですよね。どういうことと思ったらなぜかここに荷物ありました。なんで。ちなみにここの奥がベルトなんだけども、ここに自分の荷物。デリー到着いたしました。到着後はプラザプレミアムラウンジ、アライバルラウンジとして使うことができます。食べ物のはないんですけども、ソフトドリンクであったりこんなソファー席、あとは Wi-Fi も完備したりだとかしますので、デリーの第3ターミナル利用される方も覚えててください。国際線とかでも OK ですよ。日本航空や ANA で東京から到着したその後とかも使えますので皆さん覚えてください。国内線からでも OK です。国際線側、国内線側あるんですけども、どっちのラウンジ使っても OK です。てなわけで今回はビスタラのフライトでやってまいりました。初めての航空会社ビスタラだったんですけども、元はといえばユナイテッド航空で発券した特典航空券1冊で発券したので、乗り換えだとかチェックインもスムーズにいくのかなと僕は正直思ってました。なんですけれども、エアインディア、ビスタラ、資本関係もないですし、いわばライバル会社なんですよ。なので、コロンボ出発して、チェン内で到着、そこで荷物ピックアップするのは全然 OK なんですよね。日本もそうじゃないですか。例えば、ソウルから東京経由で札幌行き、一度東京で荷物ピックアップするのと同じなので、まあまあまあ、それはいいかなと思ったんですけども、ただし、航空会社が違うので、その後、チェックインをし直さなきゃいけないんですよ。なんですけども、そのチェックイン開始の時刻が荷物預けがある場合は3時間ぐらい前からじゃダメだってことなんですよね。日本だったら
一番遅い夜のフライトでも朝一からチェックインできるじゃないですか。そこの部分が融通が効かなかったのがちょっとなーっていうのがあったんですけども、もし預け入れの荷物がなければオンラインチェックイン機もあったので、それで搭乗券発券して制限エリアの中入るっていうことはできたんですけども、今回僕預け入れの荷物があったのでチェックイン開始まで待たなきゃいけなかったんですよね。4時5時にチェンナイ着いてから空港のベンチで寝て起きて動画編集してチェックインしたって感じだったんですけども、大変でした。もう半日潰れたと言いますか、ベンチで寝てたんですけども、かなり疲れております。なので顔に疲れてないですかね、大丈夫でしょうか。なのでもしこういった発見される方覚えておいてください。エアインディアとビスタラあまり融通が効かないと言いますか、うまくいかないので覚えておいてください。ビスタラの飛行機狭いかったんですよ、かなり LCC 並み。ただ食事美味しかったですよ。食事美味しかったので、ビスタラ LCC ではないんですけれども、こういった食事ついてきたりだとか、ビスタラは LCC ではないので機内食ついてきます。この機内食がまた美味しかった。なのでコロンボからチェンナイに来たエアインディアの機材が逆だったんですよね。シートピッチかなり広かったんですけど、食事がサンドイッチとジュースだけだったとか、ちょっとシスな感じだったので、そこがまあうまく変わればめちゃくちゃいい感じに変貌するのなんかな。もう何言ってるか分かんない。もうすみません、もう疲れて何言ってるか分かりません。それでは今回初めて乗った航空会社ビスタラチェンナイからデリキお届けいたしました。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。